皆さん、おはようございます。今日は雨です。本当に毎日あったかくて、山菜はね待ってくれないので、天気は関係なく、この前は暑くて暑くて退散してきましたが、今日は足場があんまり良くないかもしれませんが、気をつけて行ってきたいと思います。今日最初の収穫、雨が降った後はほわっと太く見えますが、これは立派なゼンマイです。このルートは塩出がたくさん生えるルートとあって、立派な塩出がいます。雨降りは全体にゼンマイがね太く見えますが、干し柿規格、もうこれぐらいの太さあると申し分ないですね。すごい、皆さん見えるかな、一面びっしりのゼンマイ。雨が降って気温が上がってまた雨が降ってるんで、たった1日明けてこの場に来ましたけど、すごい勢いで成長してます。そして順番に出てきたやつを見ると、ね、ずっとこれまで細い細いって言ってたゼンマイですが、通常この山が山にね生えるぐらいの立派なゼンマイが出てきてます。ちょっとねこれを見てほっとしている今日です。白い綿毛に黄色い綿毛、そして茶色い綿毛、今年もゼンマイはおしゃれさんですね。今日はね高市さんが山に出動してるので呼んでみましょう。高市さんから、今どこいる？今ねまだ登り始めて割と最初の方だよ。いつもほら右側こう取りながら上に上がらんで、下へ降りるとこのさ、あの次の部屋に出るまでのちょっとの区間があるでしょ。うん、なんとなくわかるけど、あの次の平ほら次の木の鉄砲こいてさ、スルメミチの多数置くとこの下の平のさ、川寄りの方は取ってないけど、下手前側の段々の急なところは取ったから、上行くと一段残ってる。今私が行ってる方のルートから行くとちょうど出る高さぐらいまでは取ってないのね。そのちょっと下まで取ったってことね。一番ほらあるとこから下へ降りて、次の平へ絡んでいくぞ、このそこから降り始めて、その下側は取ったから上は言わねえで下へ降りていったからさ。はい、おにぎりがなくて帰って。落ち着いたら喋ってください。今ねおにぎりでむせた高市さんからの無線でしたけど、今季高市さん最初なんでね、また無線で飛んでくる会話が高市語なので、高市ロードを頭の中で思い出しながら会話を、どこにいるかをね想像するのが難しい。でもね無線持ってるんで、やり取りができる分だけちょっと安心です。ゼンマイを降りながら私の独り言、よくスキーでね足首を使うっていうワードが出てくるんですけど、まあ皆さん山菜のムービーを見に来てくれる皆さんスキーやらないんでわからかないかもしれないですけど、ゼンマイをしてるとねこの足首を使うっていうのがすごくよくわかる。スキーだとやっぱ前後の屈伸運動っていうイメージがどうしても強いんですけど、この重心バランスを斜面上で支えるためにはね、脛骨から上はまっすぐ動かずに足首の角度が横に奥行きに出てくる、ね、これで斜面との重心バランスをうまく保ってる。これをね、まあ、ブーツの中ではそんなに足首は動かないけど、斜面を歩いてると長靴ねやっぱ柔らかいんで軸がしっかり取れないと捻挫しちゃうんで、この山歩き山菜取りが私のねスキーの
ターン運動にプラスになってるなと毎年歩いてて思います。以上、独り言でした。今日雨なんでね、これまで収穫してきたゼンマイがそこそこあって、この後もそこそこ取れそうなので、今収穫してきたゼンマイをね、途中帰り道まで先回りして、ね、ここに置いてちょっとでも身軽でもう一つ沢を降りていきたいと思います。今日は本当に太くて立派なゼンマイがあってほっとします。温暖化影響もなくはないでしょうけど、立派なゼンマイです。でここは前回ずり落ちそうになった急斜面です。今日は両手でしっかり掴んでいきたいと思います、ね、さっきの足首の話じゃないですけど、ね、スキーのエッジングと同じような足さばきです。高市の痕跡発見、これは鎌足で歩いたわけですね。高市さん、どうぞ。さっき無線で言ってた高市さんがいた場所まで来たよ。こちらが出てきてるんだがさ、トフがねえと思うと。そう、細いんで、できるだけ細いのは残して取ってください。そしたら今回みんな一度に振り切れば全然いいかもしれないね。そうだね、今年は裏山はそこそこ、奥山で頑張りましょう。その場に来ると分かる杉の木を越えた段々っていうのはここのことです。多分分かる、私の解釈は合っていました。なんと大宮家の森アウガエルちゃん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。前回気づかなかったけど、今日は潮出がすごいいっぱいいる。ここのね、ルートは本当に潮出がいっぱいあります。立派です。そして今日は腰油もちょこちょこ、雪解けが早いところ、芽吹いたところからね出てます。今日は腰油のごま油炒めご飯をしたいなと秋から考えてます。ここのエリアも前回に比べると立派なゼンマイが出始めてて、ここもねちょっと安心です。とはいえ選別して厳しく収穫していきます。中間ポイントまで戻ってきました。ここでゆうこさんのまだ胃が慣れてないんで、ちょっと小さめのおにぎりを食べて、また中間に置いてもう一皿いっていきたいと思います。さっき高市さんも無線で言ってましたけど、今年はねやっぱ雪がなかった分一斉に出て一瞬で終わりそう、ね、例年だと2日開けていくと次がちょうど良かったりするんですけど、今年はね一気に出て一気に終わる。さてもう一頑張り。こっちの斜面はやっぱりね日増しにどん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 成長してる、そんな印象です。今年はゼンマイに限らず、まあね、どの山菜も出方が一斉なんですよね。コウゴメとかキモメとか、ね、時間差でいつも出てくるんですけど、今朝ね早朝ちょっと裏見に行ったらもうほぼ一斉でした。なんか変な出方をしてる、まあ、雪がね少ないとねみんな順番もないですね。やはり今年は一斉に出て一斉に終わるこのゼンマイたち。2日前はちょうどいいぐらいのサイズだった気がするんだけどね、もうみんなかなり背が高くなっております。そして高市さんが小雪の年言ってたのが、小雪の年はゼンマイが下から出る、本来だと雪解けが遅い下は最後なんですけど、雪がない年はこうやって上に行けば行くほどまだ取れるゼンマイがいる、ね、それもまた一つちょっといつもと違う症状ですね、現象です。今日も残すとこ
あともう少し、ようやく雨も上がったんで、足場に気をつけて最後登っていきます。本日ラスト収穫です。OK、 お疲れ様でした。収穫してきた玄米を煮詰めて荷造りです。これがまたうまくできるかできないかが、たくさん取れるようになってからも背負いが楽になるかならないか、これも技です。私今上がってきてこれから下る感じだけど、あの2カ所ほらいっぱい雪が落ちてるとこの、まだ奥の雪のとこまで行ってないそっか、どうする、奥まで上がって降りようか。そうだね、じゃあ先に帰るわ。気をつけて撮ってください。高市さんがねまだまだかかるということで、やっぱりね今年は下からゼンマイが出るっていうことで、今朝5時半ぐらいに出て行ったんですけど、まだまだかかるということなので、私が先に帰ってこの後のね処理の準備をして高市さんをお待ちしたいと思います。では今日は雨の中の作業を見ていただいてありがとうございました。